時は1979年平和な田舎町に起きたとんでもない戦い。止まれ！兵隊さん、公園で人が倒れてる。大丈夫ですか？いかがされ？よし、行くか！騙されたな、バカどもめ。ここ、組まれるから、そこんとこ、引くよろそれでもお寺か。これは、僕たちと駐在さんのいたずら対決。コントのような本当の話？いらっしゃいませ。俺は恋をした。またうるさいしたのか、ママチャリ。ミカが外してあげようか。ミカちゃんには無理だよ。でもママチャリかわいそうだもん。警察なめんな！まだやり合ってんの？あいつ君たちのこと心配してると思うよ。頼むよママチャリ、ミカちゃん元気になってほしいんだよ。闇の中の光となり、もうバカバカやってた僕たちに初めて芽生えた人を助けたいという気持ち。約束だから、仲間と約束したから。これだけはやらないとダメなんです。僕たちと駐在さんの700日戦争。彼、落とし物を届けてくれたんだ。立派ね。これタイトルなんて書いてある？いや、普通に読めますけど。俺老眼なんだ。読んでくれ。報告書に書かないといけないから。団地妻、芝居縛られ、ろうそく地獄、やん、そこは夫にも。もう無理です。俺パリパリって僕ついてて開けないページあるけど。それは待てー。これは僕たちと駐在さんのガチンコいたずら対決。コントのような本当の話。またママチャリがナイスな作戦を考えたので発表する。今度こそあの憎き駐在のホイズラ欠かせましょう。飛んで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 。大丈夫ですか？いかがされ。ああ、騙されたな、バカどもめ。もはや公務員であることを忘れている。僕たちと駐在さんの700日戦争。